ついに、アメリカ駆逐艦を長江河口に、姿を中国側へ。今回この事案を、詳しく見ていきます。ここ最近の動きが分かってくるような、中国は、海側だけでなく陸側にも、目を向けないとロシアにも、注意が必要と分かっているのかな。韓国中央日報の記事によると、2021年4月3日、中国の北京大学慶応研究所士官のシンクタンクである南海戦略体制監視計画、スクピが、米海軍第7艦隊所属のアーレイ・バーク級駆逐艦、マスティン、DDG-89 の航跡図を公開し、長江河口付近に接近して、武力示威を行ったと伝えた。スクピによると、マスティンは、3月27日に、母港の横須賀を出港、東シナ海に入り、上海の東の沖合 250km の地点で南下、長江河口にある。船山群島の東側 50km にまで接近し通過したことを明らかにした。この日、中国福建省のアモイで、中韓外相会談が開かれており、北朝鮮問題などについて話し合われたとされているが、米韓の同盟に亀裂を生じさせようとする中国の動きと、韓国がそれに乗らないように、牽制意味合いがあったのではないかとの憶測がある。中国もまた、同日に、空母、遼寧を含む6隻から、なる艦隊を、沖縄本島と、宮古島の間にある、宮古海峡の公海を通過させて、西太平洋に進出させた。空母、遼寧以下、055型連配級ミサイル駆逐艦、南アキラ、052D 型コンアキラ級駆逐艦、成都、太原、054A 型フリゲート艦、清霞、901型総合補給艦、コリン湖の6隻から、なる艦隊は、3日午前8時に長崎県の、男女群島沖南西 470km を航行中に、海上自衛隊に発見されていた。遼寧は、宮古海峡を通過した後、台湾周辺において訓練を実施していると、中国海軍報道官が明らかにした上で、中国海軍は、計画に基づいて今度も、同様の訓練を展開する予定であるとしている。今回の中国艦隊で特筆すべきは、055型連配級ミサイル駆逐艦、南明の存在である。この南明については、海上自衛隊が、2021年3月に今明級駆逐艦、生徒、航海型フリゲート、体系とともに対馬海峡から日本海に入ったことを確認し、初めてその存在を認知したとされていた。なお、日本の防衛省では連配級ミサイル駆逐艦と呼称しているが、米国防省や国際戦略研究所年報ミリタリーバランスでは、連配型巡洋艦としていて、日米での呼称が統一されていないのであるが、南明の満載排水量は1万3000トンとされていて、米海軍のタイコンデロガ級巡洋艦が1万トンであることからすれば、巡洋艦とすべきであろう。連配型巡洋艦は、ステルス性の高い艦隊で、高性能とされる。2種類のアクティブフェーズドアレイアンテナ、AESA、低非探知レーダーなどが採用されていて、高度な情報分析が可能として、西側諸国では、中国海軍のイージス艦として認知されている。中国海軍は、この先、この
連配型巡洋艦の建造に注力していくとされ、今回艦隊に含まれている1番艦、南明のほか、2番艦、大連が、2020年12月15日に就役して南海艦隊に、3番艦、ラサが、2021年3月2日に就役して、南明と同じ北海艦隊に、配備されていて、その他に、5隻がすでに浸水し、偽装工事が進められている。中国海軍は、今後、空母と連配型巡洋艦等を組み合わせて艦隊を組ませ、米海軍でいうところの空母打撃群として、運用するのであろうと予想されている。4月4日には、米海軍の空母、セオドア・ルーズベルトを含む、第9空母打撃群が、マラッカ海峡から南シナ海に進出しマレーシア空軍との合同訓練を実施するなど活動を展開しているが、セオドア・ルーズベルトは今年になって2回目の南シナ海入りで、米海軍は定期的作戦行動としているが、今回の中国艦隊の動きに合わせた行動と見る向きが多い。また4月7日には、中国軍機15機が、台湾の防空識別圏 ADIZ に、侵入したが、同時に、米海軍は第7艦隊のアーレイ・バーク級、ミサイル駆逐艦、ジョン・S・マケインによる台湾海峡通過を、実施しており、台湾周辺から南シナ海にかけて、まさに一触即発の状況が続いている。ここ数年の中国による異常なまでの軍事的海洋進出については、日米や周辺のアジア諸国のみならずヨーロッパ諸国も関心を示しており、フランスがフリゲートや原子力潜水艦を南シナ海で航行させたほか、ドイツ海軍がフリゲートを派遣しているほかにも、英海軍が最新鋭空母、クイーン・エリザベスを含む空母打撃群を派遣して日本に寄港させると発表するなど、米や豪などとも協力しながら中国を牽制する動きが出ている。この仏独英三国は、2020年9月に、国連において、中国が南シナ海において、管轄権があると主張している、九段線が、国連海洋法条約、ウンクロスに、違反しているとして、公上書を国連に提出しており、中国の主張に反対する。立場を明確にするために、軍艦を派遣しているのである。このような動きに対して、一歩も引く気配のない中国だが、はっきりしていることは、台湾にせよ、尖閣諸島にせよ、海戦のイニシアチブを握っているのは中国側であるということだ。特に、台湾においては、戦時、米インド太平洋軍司令官に就任したジョン・アキリーノ海軍大将が、多くの人が理解しているよりも、中国が台湾に侵攻する脅威は深刻で切迫していると述べて注目されている。さらに、アキリーノ司令官は、前任のフィリップ・デイビッドソン司令官が、今後6年以内に、中国が台湾に侵攻する可能性が非常に高いと述べたことについては同意しないと述べて、いつでも中国による台湾侵攻が差し迫っているとの考えを示した上で、米国が東アジア地域の防衛力を強化するために提案している
予算270億ドル、約2兆9000億円の計画を早急に実施する必要があると主張した。そして、中国の台湾侵攻を何もせずに許してしまうことで、台湾近海を経由している物流が滞ることで、貿易に影響が出る恐れがあることと、日本、韓国、フィリピンなどのアジアにおける米国の同盟諸国が寄せている信頼が大きく損なわれることを懸念していると述べた。米インド太平洋軍の新任司令官がこのように述べたことについて、日本政府は、その発言の重みを真剣に考えるべきであり、台湾をめぐって、米中の軍事衝突が発生した場合、決して対岸の火事ではないのである。先の日、米安全保障協議委員会2+2では日米両政府が、台湾侵攻時に、在日米軍が介入した場合に、日本が、米軍の後方支援を行うことが、確認されている。在日米軍の基地防衛のほか、資源を輸入に頼る日本に、重要な影響がある。シーレーン防衛などは、自衛隊が受け持つ部分が大きくなる可能性がある。そして、例えば、シーレーン防衛のために、警戒中の米海軍艦船が攻撃を受けた場合に、それを守るために、自衛隊が武力を行使できるのかなど、あらゆる事態を想定し、集団的自衛権による武力行使が可能かどうかを、急ぎ検討しておかねばならないのだ。こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。本格的始動が開始された澳流潜水艦だが、新型ウイルスの影響は今後潜水艦という密閉された空間でいかに防御していくのか大事になってきた。潜水艦では感染拡大は当然になる。インフルエンザさえも防御しなくてはいけない。だが極秘事項となる日本の運用の仕方があるここへ来て、その感染症に感染しない自衛隊が注目されている。とはいえ、最新鋭リチウムイオン電池搭載新型潜水艦のが公開されるとすぐに反応したのは中国、韓国だろう。だが、この情報に最も興味があるのは豪州なのかもしれない。そんな豪州だが、以前に、そう、流型潜水艦を入札国に最後まで日本を残した。
豪州が現在置かれている潜水艦建造計画はどうなっているのか、その時にを紹介していこう。日本の潜水艦が逆転受注されるのか、このような報道がオーストラリアで出始めたようで、一部で話題となっています。この件については説明が必要ですね。オーストラリアは中国の海洋進出を警戒して最新鋭の次期潜水艦を外国から輸入することを決定しました。2016年にコンペが行われたのですが、日本をはじめドイツなども参加していました。日本は高い評価を受けている双竜型潜水艦が対象でした。ところがオーストラリアが受注先として選んだのは日本でもドイツでもなくフランスだったのです。フランスは潜水艦12隻で建造費約4兆円という巨額の事業を請け負うことになったのです。実はこれには中国が一枚噛んでいるという説もあるそうです。中国は日本が世界への影響力を持つことを極度に警戒していますから、オーストラリアに横槍を入れたと言われています。というのはオーストラリアとの貿易額は中国がトップなのです。中国を警戒して潜水艦をということなのですが、やはり貿易額1位の相手の要求を跳ねつけることはできなかったのでしょう。ところがそれから4年目になる現在、製造しているはずのフランスの進捗が遅れているそうです。しかもフランスの潜水艦建造メーカーとオーストラリア政府の間で締結されるはずの情報開示や現地雇用などに関する契約内容で二国間の折り合いがつかない膠着状態に陥っているというのです。一説によると問題はそれだけではなく、肝心用の潜水艦そのものについても不安材料があるとされています。この件について、軍事アナリストの武須島東也、1971年千葉県生まれ、フリーランスの軍事アナリスト、技術ライター氏の解説を紹介しましょう。フランスの提案は、2016年就役予定の新型原子力潜水艦を通常動力型に改造するというもの。ところが改造する元々の原潜の就役が遅れたため、オーストラリアの通常動力型艦の設計建造をいつ開始できるのか目処すら立たない状況である。またオーストラリア海軍はアメリカ製の水中超音システムを採用しているが、フランス製の潜水艦とうまく適合するかどうかも疑問がある。フランス製造の機器は優れてはいるが、独自性が強すぎるため、機器同士の調整にかなり時間を取られてしまう可能性があるということです。ここでオーストラリア政府の動きを紹介しましょう。2016年4月、当時のオーストラリア首相ターンブル氏は海軍の次期潜水艦をフランスに発注すると発表しました。
しかし、完成は大幅に遅れています。日本も参加したコンペから約3年が経過し、海を巡る状況も変化しました。何と言っても、中国です。この国の海洋進出は年々加速しつつあります。オーストラリアとの貿易額では中国がトップではありますが、近隣の南シナ海のみならず、オーストラリア北西に広がるインド洋にも、手を伸ばしている中国の様子に海軍が危機感を覚え、対応策を試案し始めたのは当然の動きかと思われます。そして、3年前との大きな違いがもう一つあります。それが、日本の、そう、竜型潜水艦の飛躍的な進化です。2018年10月、そう、竜型潜水艦の11番艦である、鳳竜が進水しました。2年後の2020年3月が竣工予定です。鳳竜は水中での動力源を変更しました。従来はバッテリーと AIP 非待機依存推進装置の併用型だったのですが、GSU 朝社が開発した大容量リチウムイオン電池のみに変更したのです。同じ双竜型であっても、10番までの潜水艦とは、全く異なっているので、実際には新型と呼べると思われます。再び、ブス島氏の解説を紹介します。リチウムイオン電池を採用したおかげで、電力容量が従来の約8倍の大きさとなり、スピードなどの面でも限界まで電池を使い切ってしまうことが可能。水中の最大スピードは時速 37km だが、一気に電力を使わないで、うまく利用すれば時速 14km で、最大200時間も潜航できる計算になる。それほど効率的なのに、充電時間は以前より短くなり、しかも充電耐用年数も長くなった。潜水艦としての能力が格段にアップしたとも言えるのではないか。例えば、海峡などで敵を待ち伏せするという、消極的な行動だけではなく、自ら動いて積極的に相手を探す作戦も多用できるはずだ。鳳竜は日本が製造した潜水艦ですから、当然通常動力型です。非核三原則の下では、日本は原子力潜水艦を製造することは、できませんからね。しかし、通常動力潜水艦とはいえ、鳳竜は、原潜に近い運用ができる艦なのです。鳳竜のこの進化こそ、まさにオーストラリア海軍が求めていたものでした。もともと、潜水艦の静粛性や建造費、維持費などの面においては、フランスより日本に分がありました。改めて、その点を考えたのでしょうか。オーストラリア政府の動きが注目されつつあります。潜水艦は、やはり、フランスより日本にすべきだったのでは？今から日本に変えられないか？という、ここに来てのフランスから日本への乗り換え。
逆転受注というシナリオの可能性が推測され始めたというのです。しかも2019年5月はオーストラリア総選挙です。3年前に潜水艦発注でフランスを選んだ現与党の自由党が仮に敗北して政権交代となったら、フランスとの契約破棄の可能性がいよいよ高まることでしょう。政治の動きにも注意が必要ですね。日米英での軍事演習が活発化しており、南シナ海では、現在、中国の空母打撃群は一切確認されていない。今回、中国空母打撃群は、今どこへ行ったの、詳しく見ていきますね。本当に出てこなくなりましたね。動かせないのか、それよりも、弱い台湾へ侵入を繰り返している。中国はそんな国だね。2021年の夏にはイギリスの航空母艦クイーン・エリザベスの空母打撃群が極東方面に到達。今回の長期派遣の目的地である、同海域に赴く途上でも、他国軍との複数の軍事演習や、中東では、初の実戦参加を経つつやってきた。事前に注目された韓国、釜山への寄港派遣は慣れなかった、クイーン・エリザベスだが、9月上旬には、神奈川の横須賀の在日アメリカ海軍の横須賀基地には入港、新型コロナウイルスの渦中ではあるが、日本へは寄港した形となった。韓国がクイーン・エリザベスを釜山へ寄港させなかったのは、表向きには新型コロナウイルスのデルタ株の国内蔓延を防止するという説明がなされたが、北朝鮮や中国の顔色を伺った末の政治判断という側面が強いだろう。アメリカ海軍の横須賀基地を後にしたクイーン・エリザベスは、9月8日から9日の2日間、関東東方の空海域で、海上自衛隊の護衛艦、伊勢、出雲、航空自衛隊の F-35 ライトニング 2A 型等との合同軍事演習を行った。もともと、クイーン・エリザベスの空母打撃群には、オランダ海軍のフリゲート艦も含まれており、これに、前述の日本やアメリカそして、カナダ海軍のフリゲート艦を加えた。5カ国でのパシフィッククラウン214演習が挙行された形だ。この後の10月2日、3日の2日間で、今度は沖縄の南西の空海域にクイーン・エリザベスは移動。これにアメリカ海軍のカール・ウィンソンや中東帰りのロナルド・レーガンらも合流した大規模な合同軍事演習がさらに行われた。海上自衛隊は、護衛艦、伊勢、霧島、山霧等を参加させ、他のアメリカ、イギリス、オランダ、カナダ、ニュージーランドとの6カ国合計で、17隻以上の艦艇が動員され、クイーン・エリザベスを迎えての最大規模の演習となった。こうした一連の、クイーン・エリザベスを極東に迎えての対中国包囲網を前面に打ち出した複数国による、合同軍事演習が、粛々と行われる一方で、当の中国は、10月に入り、台湾の防空識別圏内へ、かつてない規模での軍用機の侵入を実行に移した。特に、
1日あたり最大の奇数を数えたのは10月4日で、台湾国防部の統計によれば、この日だけで2回にわたって延べ、56機もの戦闘機や爆撃機、哨戒機などを台湾の南西方面の防空識別圏に差し向けたとされ、緊張感が高まった。今回、クイーン・エリザベスが南シナ海を抜けて日本へと向かう途中では、中国海軍の小級攻撃型原子力潜水艦が合計で3隻追尾してきたとイギリス海軍は発表していたが、その後は同空母打撃群への直接的な接近は報じられていない。特に10月 2.3 日の沖縄南の南西の空海域に、クイーン・エリザベス、カール・ウィンソン、ロナルド・レーガンの米英の3つの空母打撃群が集結した際には、もっと直接的な対抗措置を中国が見せるかと思われたが、確認はされなかった。思い起こせば、今年2021年の4月には、中国海軍初の航空母艦で、現状は、練習用の艦艇とみなされている、遼寧が、5隻の水上戦闘艦を随伴させて、沖縄と宮古島間の宮古海峡を抜けて、西太平洋方面に進出するなどの動きを、見せていた。この、遼寧を中心とする6隻の艦隊は、宮古海峡を抜けて、西太平洋方面に進出したとはいえ、日本の領海に侵入したわけではなく、あくまで公海上を通過した状態だったため、護衛艦、鈴付きや P1 哨戒機、P3C 哨戒機等の海上自衛隊勢が追尾するに止まった。このような中国海軍の行動は、遼寧をベースに建造した、中国海軍初の国産航空母艦である。山東でも、たびたび見受けられたものではあるが、クイーン・エリザベス、カール・ウィンソン、ロナルド・レーガンの3つの空母打撃群の前では行われなかった。その意味では、中国海軍側が、直接的な自国の航空母艦の存在の誇示を自重したとも言えそうだが、最新鋭の第5世代戦闘機タル F-35 ライトニング 2B 型を18機搭載した、クイーン・エリザベスや、70機以上の搭載機を持つアメリカ海軍の航空母艦との積極的な対峙は避けたのだろう。一口に航空母艦といっても、艦艇そのものの規模や大きさには大差があり、さらに艦載機として搭載する航空機の数やそれに比例する攻撃力、打撃力にはもっと大きな開きがあり、現時点では中国と米英とではその差は歴然としている。クイーン・エリザベスは、2017年に就役した、同級航空母艦の一番艦であり、基準排水量4万5000トン、満載排水量6万7669トン、全長284メートル、全幅73メートルの通常動力型で、最大速力26ノット、航続距離は約 18,520km とされている。同艦には約680名の総艦要員と900名強の航空要員が乗り組んでおり、最大で艦載機の F-35 ライトニング 2B 型と各種のヘリを合わせて48機ほどを運用可能となっており、現状で米英合計18機の同機の2個飛行隊の収容につき、まだ増強される可能性を残している。ただし、F-35 ライトニング 2B 型は、短距離離陸、垂直着陸が可能。な、特性上、胴体内のウェポンウェイに、搭載可能な兵装の量は、通常滑走路仕様の A 型や、カタパルト射出仕様の C 型に比べれば少なく、攻撃力、打撃力は限定的ではある。具体的な数値上で、見ると F-35 ライトニング 2A、C 型がウェポ。米に、約81、65kg の兵装を収容可能となっているのに対し、B 型は、
糖 6804kg とおよそ 17% ほど少なく、燃料搭載量も同様なため、戦闘時の行動半径も比例して短い。それでも、クイーン・エリザベス級航空母艦は、アメリカ海軍の強襲揚陸艦や、現在、航空母艦化改修が適時進められている海上自体の護衛艦、出雲、加賀、と異なり、専用の航空母艦であるため、スキージャンプ方式の発艦装置を備えている。よって、これらアメリカ海軍の強襲揚陸艦や改修後の、出雲、加賀、の艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型は、これよりも、兵装、燃料搭載量ともに、さらに少なくなる見込みであり、あくまで暫定的な空母的運用だと言えるかもしれない。中国海軍の、遼寧は、基準排水量 58,500トン、満載排水量 67,500トン、全長305メートル、全幅、78メートルの通常動力型で、艦載機は、主力戦闘機の GA-25 艦上戦闘機が24機ほどで、各種のヘリを合わせても合計36機ほどとされている。GA-15 艦上戦闘機は、ロシアのスホーイ社のスホ、イ-33 をベースとして、中国の信用非機工業集団が航空母艦搭載用に開発した機体であり、兵装やレーダーセンサ類を国産化して搭載、スキージャンプ式の発艦装置で運用されている。このため、GA-15 艦上戦闘機も、ベースとなった SU-33 と同様に、物理的には、計 4430kg の兵装収容量を持つと見られているが、スキージャンプ式で、同機を発艦させるには、大幅な制約が生じるため、攻撃力、打撃力は決して大きくはない模様だ。これは現在でもアメリカ海軍の大型原子力航空母艦の主力戦闘機である FA-10 はスーパーホーネットの兵装搭載量が最大 8029kg であることを考慮すれば、いかにカタパルト射出型の戦闘機が優位にあるかということが一目瞭然だろう。早速ですが、今回は IHI 社が開発した XF9 エンジンの動向について詳しく見ていきます。日英での F3 戦闘機開発が本格始動する中、XF9 の性能がさらに向上する時が来ましたね。アメリカや開発者も驚くすごい次世代エンジン誕生です。長い間、悲願だった純国産ジェットエンジン、XF91 IHI 社製が完成し、カタログが示しているスペックは、かなり高い推力を示しています。このエンジンが、次期 F3 戦闘機に採用されるかどうかも、まだ不明ですが、ある国が、非常に気にかけているらしいという噂が入ってきました。2018年、平成30年、F3 ステルス戦闘機計画が閣議決定され、予算化ま、でこぎつけました。試験ですが、早いというより、むしろ遅かったという感じがしています。これからの第6世代戦闘機は、様々な形があるようですが、現在活躍している F-35 戦闘機以上、はるかに優れた性能と戦闘機には、
もはや、必須条件のステルス性の双方を兼ね備えたものでなければ、意味がないでしょう。この新型は、双発エンジンになると考えられます。双発エンジンというのは、左右の主翼に、エンジンを一機ずつ設置したものです。現在の F-35 戦闘機は、片方に一機乗せた単発エンジンです。この双発エンジンも、2タイプは製造しておくと、将来的には、護衛艦、出雲、や、加賀、の甲板上での運用も可能になると思われます。そうは言っても、どこまで計画が進むかはまだまだわかりません。ここに来て、今更 F-22 戦闘機にハイクオリティなどは不要です。目指すのは、最新鋭のその先を目標にして開発されることになります。いよいよ、日本の悲願の国産戦闘機の登場になるのでしょうか。この戦闘機計画はエンジン部分が非常に重要なポイントとなります。ここの選択を間違うだけで日本の損失は計り知れないものとなり、ひいては周辺国への防衛力が低下することにつながります。しかし、さすがは日本です。高性能なジェットエンジンを開発しています。これは自画自賛になりますが、言わざるを得ません。では、その注目のエンジンについて紹介していきましょう。2018年6月、日本の航空軍事市場においてエポックメイキングとも言える出来事がありました。プロトタイプの一機だけですが、ジェットエンジンが、開発メーカーの IHI 社から防衛装備庁に納入されたのです。これは大きく話題となりました。このジェットエンジンが XF-91 と呼ばれる航空機、戦闘機用のエンジンです。しかも、現在の国際的スタンダードで比較しても、他国製品に全く引けを取らない高い性能を持った画期的なエンジンと言えるでしょう。今回、防衛装備庁に納入された XF-91 エンジンは、アフターバーナーを使用した場合の推力は15トン超えです。F-22 ラプター戦闘機の F-119 エンジンが同じ状況では 15.9 キロですから、これは全然遜色のない数値と言えるでしょう。ちなみに、F-35 ライトニング2戦闘機ですが、F-135 エンジンのアフターバーナー使用時の推力は 19.5 トンとなっています。数字を見れば XF-91 エンジンのそれを上回ってはいますが、これはプロトタイプですから、どう考えると、今後の性能向上も十分期待できると思われるのです。アフターバーナーについても見ていきましょう。エンジンから排気ガスが放出されますが、これに直接燃料を噴霧して、もっと燃焼させることによって、推進力を高めるシステムのことです。XF-91 エンジンの場合は、アフターバーナーがなくても、11トンの推力が記録されました。XF-91 エンジンが注目を集めた理由ですが、従来は、このような一線級の性能を獲得するのは難しかった国産エンジンの分野において世界に通用する性能を実証できたということが原因と推測されます。実は現在収益中の航空自衛隊 F-2 戦闘機を国内ではなくアメリカ製の F-16 戦闘機を土台にして開発すると決定したときにその大きな理由の一つが戦闘機に搭載するエンジンを自国で開発ができないためということを考えると、まさしく快挙と言えるでしょう。ざっくり言うと、戦闘機の重要部分であるエンジンが日本で作れないから、戦闘機自体をアメリカ製の真似をして作らざるを得なかったということだと思われます。実は、当時も日本独自で戦闘機開発を目指そうという意見がありました。
しかし、政治的な思惑やこうした機関部分を国内で製造するのが困難だったという現実を鑑みれば、諦めざるを得ませんでした。こうした過去を考えると、今度こそ、いよいよ、国産化エンジンに、目処がついた状況になったということで、悲願達成という言葉も過言ではないでしょう。くしくも、F2 戦闘機の後継機である F3 戦闘機は、アメリカとの共同開発と言われていますが、XF91 エンジンが完成したことによって、日本が新しい選択肢を得られたことに間違いはないですね。XF91 エンジンは、現在の戦闘機用エンジンに求められる必須条件である小型、軽量という要素をクリアしています。それに加えて、15トン以上もの水力確保に成功していることが素晴らしいと言えるでしょう。具体的な各部分のデータを紹介しましょう。前述の F22 ラプター戦闘機 F119 エンジンは、全長 5.16M、直径 1.168M ですが、XF91 エンジンは、全長 4.8M、直径 1M ですから、コンパクトサイズに出来上がったと言えますよね。戦闘機の推力だけを強めるためのエンジンを製造するのなら、多少サイズを大きくすれば、比較に簡単に可能と思われますが、XF91 エンジンのように、これほど小型で、かつ強力なエンジンになったというのは、最大のメリットでしょう。というのも、現在の戦闘機の必須要素と考えられているのが、機関部のダウンサイズ小型化です。これは、ステルス性能をアップさせるためでもあり、同時に、兵装を機体内への収める、場合の積載量を増やすことも可能にさせるメリットがあります。もちろん、ステルス戦闘機を、日本で独自に開発するということになれば、このような兵装収容用のウェポンベイ、爆弾層の技術的ノウハウなど、様々な課題が発生してくるでしょう。しかし、最大の関門ともいえるエンジンの小型化がクリアされているので、何とも心強いと言われています。その他の出来事として、2019年6月の航空見本市において、XF91 エンジンの水力変更ノズルが開発中であることが公表されました。これにより、実用化に向けた準備が着々と進行中であることが、世界に強く印象づけることになったようです。ちなみに、水力変更ノズルというのは、ジェットエンジンの排気の方向を変化させることによって、進む方向を調節する装置のことです。XF91 エンジンの場合は、ノズル式の同装置によって、最大20度の角度内で、機体のコントロールができると言われています。開発が進む XF91 エンジンですが、次期 F3 戦闘機自体の着地点が未だに決定していない状況です。このままでは、せっかくのプロトタイプエンジンが活用できないのではないかという最悪のシナリオも予想されているそうです。しかし、ここで注目すべきニュースがあるのです。この XF91 エンジンに関して、当事国である日本よりもある意味で気にかけている国があるらしいということです。次期 F3 戦闘機が気にかかって仕方ないのか、折に触れてニュースで取り上げている国があるのです。しかも、その取り上げ方といったら、未だ何も決まっていない。要するに、ゴリム中状態のこの計画を自国の安全保障が脅かされると、強行状態もどきの論調なのです。このヒステリーじみた国こそ、お隣の韓国です。お互いに、日本が仮想敵国と考えているだろう、中国ならわかりますが、韓国は、アメリカの同盟国という、同じ立場です。ただ、韓国と日本の関係は、
一言で言えるほど簡単ではありません。日本にとって韓国は輸出で第3位、輸入で第4位の貿易相手国です。特に日本から韓国へは半導体や半シルベ製造装置をはじめ、精密化学原料、プラスチック製品などを輸出しています。さらに、韓国からは、日本へは、石油製品は、鉄鋼板、半導体、プラスチック製品などを輸入していて、お互いの存在が経済を支えていると言っても過言ではありません。ですが、今でも根付いている、反日意識は弱まることはありません。これは太平洋戦争時代に旧日本軍が韓国人女性を慰安婦として強制的に働かせたことから始まる確執で、日本はこれまで謝罪や賠償金を行ってきましたが、それに納得するほど韓国も単純な国ではありませんでした。この問題は一度は解決したと思われていましたが、韓国の大統領が交代するたびに取り上げられる問題でもあります。今でもこの従軍慰安婦問題は日韓の問題の一つとして取り上げられており、これが韓国で現在も行われている反日教育の原因と言っても過言ではありませんね。さて、そんな複雑な関係を持っている日本と韓国ですが、政治的な関係の揺らぎもありますが、軍事的にもその関係が揺らぎつつあるということです。なのに、日本の F3 戦闘機開発については、まるで明日にでも日本に攻撃されると言わんばかりの警鐘を鳴らしています。決定にはまだまだ時間がかかりそうな次期 F3 戦闘機計画に、そこまで注目されると、日本の技術を過大評価されているようで、嬉しいような、呆れるような、入り混じった思いになりますね。ただ、一方的に、日本を仮想敵国だと思い込む韓国の姿勢には、悲しさを通り越して呆れるばかりです。韓国だから、といえば、その一言で尽きるのですが、韓国は、原戦や航空母艦を所持したいようですが、この国の軍備はどこを目指しているのか、他国のことですが、韓国の迷走はまだまだ続きそうに思われます。アメリカ国議会上院が超党派で尖閣諸島防衛義務を表明、日本としては嬉しい限りです。今回、尖閣についてアメリカの意思を詳しく見ていきます。新冷戦となるんでしょうか。2021年4月8日、米国議会上院外交委員会は、国際法をねじ曲げ露骨な、海洋進出を企てる中国に対し、超党派で戦略的競争法を取りまとめて、今後同委員会で審議することを明らかにした。280ページにも及ぶ、この法案は、今後、米国政府がどのように中国と対峙していくべきかを示されたものである。現在の中国との対立は新冷戦とされ、かつての東西冷戦と同じか、
それ以上の危機として、東アジアにおいて、一触即発の状況の下、超党派で、国難にあたるアメリカ合衆国の結束を久々に見ることができたのは、米国を分断させたトランプ前大統領が去り、共和党議員に、押しかかっていた重しが取り除かれたおかげであろう。この法案では、米国政府に対して、同盟国との連携強化を求めるとして、中国の攻撃的かつ、独断的な行動への抑止力として、同盟国にもそれぞれ、役割を果たすよう求め、防衛力の向上などを促すべきであるとした上で、インド太平洋地域の安全保障のために、米国からの支援を優先させ、中国との競争において、その軍事的投資は適当に割り当てるべきとしている。台湾との関係強化については、政府、軍高官同士の交流には制限を設けないとしているほか、新疆ウイグル自治区での虐殺ともいえる強制労働に関係した中国当局者には制裁を科すとしている。また、インド太平洋地域の課題に対応するべく、非米豪印4カ国の枠組みであるクアッドに注力していくことも盛り込まれている。そして、日本の尖閣諸島については、日米安全保障条約第5条の適用対象となることが改めて確認され明記されたのである。日米安全保障条約第5条では、各締約国は日本国の施政の下にある領域におけるいずれか一方に対する武力攻撃が自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続きに従って共通の危険に対処するように行動することを宣言するとされていて、米国議会が尖閣諸島を日本国の施政の下にある領域として認識されたことに他ならない。この戦略的競争法について上院外交委員会のメネンデス委員長は声明を発表、かつてない超党派での試みであり、中国による世界に対する法外な挑戦に対抗するあらゆる手段を動員することができるとして、米国議会が一致団結して中国に対抗することを明らかにした。これを受けて中国外務省の張立堅報道官は記者会見で、米国上院外交委員会がまとめた戦略的競争法に断固として反対するとして、中国は米国との衝突を望んで羽織らず、ウィンウィンの関係を築くことを願っているが、中国の主権、安全保障、国益を脅かす者には対抗していくと強い反発を示している。2021年になってからインド洋から南シナ海、東シナ海での中国対日米欧の構図による挑発的な軍事行動の応酬が際立っている。中国はここ数年、南シナ海における九段線の主張を盾として干渉を埋め立てての軍事基地造成による実効支配を確立させつつあり、東シナ海においては日本が領有する尖閣諸島を中国の領土と主張して海峡局艦艇を派遣して日本の領海に居座らせ続けている。さらには、台湾への侵攻を思わせるかのように、これまで超えることがほとんどなかった台湾海峡上の中間線を越え、多数機による台湾防空識別圏 ADIZ へ
侵入を繰り返している。これらの中国軍の動きに対して、米国は第7艦隊所属の駆逐艦による航行の自由作戦を台湾海峡や南シナ海において展開し、南シナ海に断続的に空母打撃群を派遣して軍事訓練や演習を実施してきた。そんな状況下に中国は4月5日空母遼寧以下6隻の艦隊を沖縄本島と宮古島の間にある宮古海峡の通過と太平洋に進出させ、台湾周辺で訓練を実施したことを発表した。この軍事行動には、台湾近海や南シナ海に展開する米海軍を牽制する意味合いと、5日から7日まで実施されたクアッドによる海上合同訓練、ラペールズのタイミングにも合わせた G 行動であるとされている。ラペールズは、クアッド、1、米、5、印、4カ国にフランス海軍も参加してベンガル湾で行われた海上合同訓練で、中国に対抗したものであることは明らかであった。また、中国海軍による G 行動にはもう一つの意味があるとして、それは4月16日から開催される日米首脳会談への牽制であろうとする声が上がっている。この日米首脳会談では、バイデン大統領から菅首相に対して台湾有事への危機感の共有と日本によるサポート内容の明示を求められるものと思われ、さらには尖閣諸島問題だけでなくインド太平洋全域においての安全保障について日米それぞれの役割分担の議論が米国主導でなされるであろうとされている。今回の米国上院議会による戦略的競争法で法案の中に尖閣諸島防衛について織り込まれたのは、米国から日本へのプレゼントであるとも考えられる。つまり、米国は尖閣諸島有事の際には、安保を発動して日本をサポートするから、その代わりに台湾有事の際には協力をしてもらいたいという交換条件ではないだろうか。米国にとっては、台湾を失うことは、対中国戦略を練り直さなければならないほどの死活問題であり、その重要性は韓国の非ではなく、米国にとっては、どうでもいい尖閣諸島での安保適用を明言してまでも、日本の後方支援を必要としているのである。これに対して、菅首相が日米首脳会談でどこまで踏み込んだ回答をするかが注目されている。菅政権の主要政策である2050年カーボンニュートラルの実現に際しては、排ガスを出さない電気自動車の開発と普及が必要不可欠であるが、この電気自動車の性能向上と量産化のためには、レアアースを確保し備蓄することが重要であるが、その主な輸入先は、中国である。中国に代わる調達先が見つからない限り、現状以上に中国との関係を悪化させるわけにはいかないのが、菅政権の本音であろうし、日本国内企業と中国市場とのこれまでの結びつきを考えるならば、露骨に中国と対抗することができない弱みがある。また、対中国において、
バイデン政権と完全にと同調するためには、自民党内で力を持つ二階氏を筆頭とする親中国派からの突き上げを抑え込まなければならず、果たして菅首相がそれを抑え込むことができるのかということには疑問符がつく。先の中国空母艦隊は未だ台湾近海での訓練を続けているものと想定されている中、9日に米海軍は空母セオドア・ルーズベルトの空母打撃群が南シナ海で軍事演習を行ったと発表した。米中の空母艦隊が至近距離で演習や訓練を行っているこの状況は、何らかの齟齬があれば戦闘が発生しかねない危険さをはらんでいる。今日この瞬間にも米中の衝突が発生するかもしれない中で、菅政権は一刻も早く海上自衛隊の海上警備行動時の武器使用基準の緩和と防衛出動を速やかに発動するための要件緩和など法整備を急がなければならないのである。こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。対中政策に舵を切っていく西側諸国。また、英国も対中政策を。香港情勢以来舵を切っている。空母クイーンエリザベスに現在、F-35B ステルス戦闘機を満載しての訓練も開始している。気になるのは、このクイーン・エリザベス空母に満載状態での運用になる。これは、護衛艦出雲でも参考になるだろう。では一足先に英国での、米国とのクロスデッキシステムを詳しく見ていきますね。見応えありすぎて、もう、他の空母は見れないかも。対中政策に、舵を切るのが遅いよな。南シナ海は、また、別の話になりますね。2020年10月、イギリスの誇るクイーン・エリザベス級航空母艦のネームシップであるクイーン・エリザベスが同国が中核となった NATO 加盟国の合同軍事演習に参加したと報じられた。今回の合同軍事演習ジョイント・ウォーリアー2020は北海を舞台に実施されており、イギリスをはじめアメリカ、ドイツ、フランス、オランダ、カナダ、デンマークなどが参加している。これらは合計で28隻の水上戦闘艦、2隻の攻撃型潜水艦、81機の
関西航空機の参加となっており、総人員数では6000人を数える。 NATO 加盟国の合同軍事演習中でも最大規模のものといえる。イギリスの航空母艦クイーン・エリザベスはジョイントウォーリアー2020の中でも中心的な役割の空母打撃群を構成し、アメリカ海軍の駆逐艦やオランダ海軍のフリゲート艦を従えての演習となった。クイーン・エリザベスは2017年に就役した通常動力型航空母艦で、満載排水量 67,669 トン、全長284メートル、全幅73メートルの船体に、F-35 ライトニング2戦闘機 B 型やヘリを最大48機搭載可能だ。すでに2番艦となるプリンス・オブ・ウェールズも2019年末に就役しているが、前級のインビンシブル級、イラストリアスが2014年に退役した後、一時はイギリスの航空母艦はゼロ隻だったこともある。イギリスの財政上からは幾度もクイーン・エリザベス級航空母艦を2隻運用、維持していくことが問題視され、他国への譲渡やレンタルなどの案もたびたび報じられたが、今のところ自国運用を継続している。今回、クイーン・エリザベスには、ジョイント・ウォーリアー2020に先立ち、9月に、アメリカ海兵隊の VMFA-211 隊と自国イギリス空軍、第617中隊の合計15機の F-35B と、対潜哨戒ヘリ8機が搭載された。このアメリカ海兵隊の F-35B を、クイーン・エリザベスの艦載機とするクロスデッキ運用は、今後のアメリカの同盟国の間での貴重なテストケースとめされており、各国での注目度も高い。日本でも護衛艦、出雲、加賀の航空母艦化改修が決定していることもあり、このクイーン・エリザベスでいられた F-35B の運用情報も参考にした構成、編成が行われるのかもしれない。今回のジョイント・ウォーリアー2020合同演習において特筆されるのは、実弾の精密誘導爆弾を用いた対地攻撃訓練が敢行された点であり、F-35B の実際の作戦行動を想定した訓練が行われた点だろう。実戦に即したジョイント・ウォーリアー2020では、こうした艦載機 F-35B の攻撃に際して、同時に母艦であるクイーン・エリザベスへの敵航空戦力からの攻撃を想定した迎撃訓練が行われたという。前述のようにクイーン・エリザベスの空母打撃群にはアメリカ海軍の駆逐艦やオランダ海軍のフリゲート艦が加わっており、これらの艦隊防空能力の連携が所属を超えてなされたものだ。そうは言っても、通常時のクイーン・エリザベス空母打撃群の編成は、デアリング級45型駆逐艦2隻、リアンダー級23型フリゲート艦2隻、アスチュート級攻撃型原子力潜水艦1隻などが想定されている。こうした護衛の艦艇に加えて、大型の補給艦2隻が随伴し、燃料や、兵装の補給を担う編成であり、イギリスとしても久々の空母打撃群運用能力を今後向上させていくものと見られている。
この中でデアリング級45型駆逐艦は、強力なフェーズドアレイ。レーダーで、最大250キロ圏内の敵を探知し、12個の目標に同時に、対処可能な対空ミサイルなどで、艦隊防空を担う予定だ。また、リアンダー級23型フリゲート艦は、対艦、対地攻撃用のハープーン。ミサイルや、魚雷類を搭載し、対水上戦闘艦への対応を、主に、母艦タル、クイーン・エリザベスの護衛に当たる。アスチュート級攻撃型原子力潜水艦は、対潜水艦、対水上戦闘艦。対地攻撃等の複数の用途に対応し、空母打撃群の実施する作戦行動を、複合的にバックアップするものと期待されている。こうした空母打撃群としての艦隊のユニット運用は、現状では大型の、原子力空母を、最新鋭のジェラルド・フォードまで11隻の航空母艦を、保有するアメリカ海軍がほぼ独占している状態だった。これに、クイーン・エリザベスやフランスの原子力航空母艦、シャルル・ド・ゴールが後を追い、同様な空母打撃群を構成するようになりつつあると見てよいだろう。ロシアは、旧ソ連時代からも、本格的空母打撃群の保有には至らなかったが、現在の中国は、国産の航空母艦の建造や、新型の055型駆逐艦の配備によって、アメリカ、フランス、イギリスに続く空母打撃群の保有を目指している。航空母艦そのものが、長射程の対艦巡航ミサイルの登場によって、有効性を喪失する可能性も指摘されているが、今、しばらくは通常兵器の有として、遠征可能な戦力の中心と言えるだろう。日米での対戦能力は世界でもトップ。それもかなり引き離しての能力です。では、今回、中国原子力潜水艦について詳しく見ていきますね。潜水艦としての任務ができないとは、やはり海上で国旗を上げるのが理解できます。あまり公にはされないことですが、日本の潜水艦任務は世界一とも言われているそうです。日本もですが、アメリカの対潜能力は世界でもトップクラスです。一例ですが、1998年、平成10年のリムパックで海上自衛隊の潜水艦林尾が、アメリカ艦隊も含めた全艦隊を全滅させたというエピソードはご存知でしょうか。リムプクというのは、環太平洋合同演習のことで、
アメリカ海軍の主催により、ハワイの周辺海域で実施される各国海軍の軍事演習です。ですから、全滅させたと言っても、実際に戦ったわけではありません。念のため、この1998年のリムプクには、日本の他に、韓国、オーストラリアも、参加しました。韓国は日本の能力に、びっくりしたのではないかと推測します。さて、軍備拡張に忙しい中国。近年力を入れている潜水艦の建造と、見受けられますが、まだまだ日本やアメリカにはその性能は及ばないということです。潜水艦の精度を急激にアップすることはできませんし、それぞれの艦に特徴的な音紋を持つ潜水艦は、その音紋でどの国籍かがわかるそうです。中国は特にわかりやすい特徴がありすぎるので、側身元がバレると言われています。今回は中国潜水艦だけでなく日本の潜水艦事情についても、詳細に見ていきたいと思います。2020年、令和2年、6月、鹿児島県奄美大島沖の日本の接続水域内を、先行する中国海軍所属と推測される潜水艦を海上自衛隊が発見し、追跡する事態となり、大々的に報じられました。国際法上、外国籍の艦艇が他国の接続水域を先行したまま航行するのは、禁止はされていません。しかし、当該国との無用な衝突を防ぐため、通常は、そうした行為をあえて行うことは、大抵の国は控えているというのが、現実です。ここで海域について説明しますね。ある国の領土から22km先までの海域が定義上領海ということになります。そこから、さらに、22km 先までが接続水域であり、その外側が排他的経済水域とされています。接続水域はいわば中間の海域ということです。この中国海軍のものと思われる潜水艦が日本の接続水域を先行した目的を推理してみると、最も合理的な解釈と思われるのは、中国海軍が自分の能力を試したということです。中国海軍がすでに就役させている潜水艦は、原潜から通常型まで、合計60隻以上と推測されます。この中国海軍が日本側の能力を、探ろうとした可能性が非常に高いと思われるのです。しかし、中国側の予想をあっさりと裏切ったのが海上自衛隊です。中国の能力をはるかに上回る海自は、自慢の対潜哨戒機や護衛艦を投入して、この潜水艦の動きを簡単に探知してしまったというのが、実情だったのでしょう。無論、あの忠告ですから、失敗したことを公表するはずはありません。ですから、真相は確かめる術もないのですが、一応国籍不明の潜水艦ということで、日本政府が探知したという事実のみが、記憶に残ったということになりました。日本が中国潜水艦を発見できたということは、日本が中国より軍事的に勝っていると考えるのは、早計と言えましょう。潜水艦、水上戦闘艦の
総数を比べると日本は劣勢ですからね。質より量とだけは言えませんが、数の多い方が有利です。2020年アメリカ大統領選挙があり、対中国超強硬派だったトランプ氏に勝利したバイデン氏が大統領になりました。この政権以降を見計らったように、中国は台湾や尖閣諸島方面に向けて軍事的圧力をますます増大させています。危機感はむしろ高まったと言っていいでしょう。中国が敵視したのは日本や台湾だけではありません。アメリカも例外ではありません。2021年1月、フィリピン沖を航行中のアメリカ海軍のセオドア・ルーズベルトを中心とした空母打撃群相手に戦闘機や爆撃機を向かわせるという行動に出たのです。一説では、セオドア・ルーズベルトを目標とした対艦攻撃の模擬練習で、中国軍の訓練だったとも言われています。もちろんアメリカには連絡なしの行動でしょう。実戦にならなかったのは幸いですが、もしアメリカ側から攻撃されていたら、どんな状況になっていたのか想像すると嫌な気分になりますね。中国にとっては格好の練習台ということだったのでしょう。一つ一つの航空機や兵装では劣勢と見られてきた中国軍が自信をつけてきたという証拠かもしれません。力をつけてきた中国海峡局は、日本の領土である尖閣諸島付近に出没し、何かと紛争の種をまいています。なんとも迷惑な海峡局ですが、今やアメリカの沿岸警備隊以上の世界一の艦艇保有数を持っています。もはや、日本の海上保安庁では対峙するのは厳しいほどの準軍事組織と化しているのです。中国がその気になれば、尖閣諸島への上陸は至って簡単でしょう。日本も万一に備えて陸自に水陸機動団を発足させましたが、一度中国軍に上陸を許してしまったら、島の奪還は非常に難しいものになることは容易に想像できます。海自の対潜哨戒能力は高水準レベルにあります。しかし中国のように、数に物を言わせて侵攻された場合には、防ぐことができるのかは、非常に不安の残るところです。質の良い艦艇が一隻あったとしても、何倍もの粗雑な艦艇に攻撃されれば沈んでしまうこともあるでしょう。個人的な連想ですが、太平洋戦争末期の戦艦大和のことを思い出しました。言うまでもなく、日本も中国も近代的な海戦の実戦経験はほとんどありません。だからこそ歴史的事例を研究していると噂され、その事例というのは1982年昭和57年のフォークランド紛争と推測れています。フォークランド紛争というのは、イギリス領であるフォークランド諸島をアルゼンチンが吸収し、一度は占領したのですが、イギリスが奪還し、終了した戦争でした。
当時のイギリス首相は、マーガレット・サッチャー氏でしたが、鉄の女にふさわしく、冷静に戦況を進めました。中国は、この時アルゼンチン側を支持していた国の一つでした。その理由の、一つとして、香港返還が控えていたことがあったため、香港の主だった。イギリスに対して強硬姿勢で対応したようですね。フォークランド紛争から20年以上、サッチャー氏も奇跡に入りました。2000年代に入った今も、アルゼンチンはフォークランド諸島の領有を目指しているそうです。この動きにも中国は同意を示しています。アルゼンチンは南シナ海の中国領有を支持しているそうですから、二つの国でお返しのつもりなのでしょうか。両国の利害関係の結びつきは強く、アルゼンチンが中国から輸入する戦闘機や歩兵戦闘車などの量は拡大し続けています。現在のイギリスで、菅、仮に、今、フォークランド紛争が再発したら、中国からの兵器を調達し、増強されたアルゼンチンの軍事力に、勝利することは、かなり難しいだろうと認めているそうです。飢餓の力を冷静に分析しているようですね。この辺に、ヨーロッパという、他国と強く結びついて生き抜かざるを得ない国の底力を感じてしまいます。